初めての体験メールをご紹介します。それではケントお願いします。高知県17歳、俺らの心の拠り所なべちゃんさんからです。はい。私の初めての体験は衣装作りです。おお。私の通っている学校は中高一貫校なのですが、体育祭では中学2年生から高校2年生までの 4学年が集まって応援団が結成されます。応援団では構成や踊りや衣装のすべてが高校2年生に任されます。私は今年高2で中2から応援団を続けて夢だった衣装係を担当し、衣装係のリーダーをしました。応援団の衣装は自分たちで作るというルールがあったので、38人分の衣装を型から作って自分たちで作り上げました。今まで服を作るという経験なんてなかったので、全員の衣装を予算内に作り上げるために安い布を探していろんなお店を回ったり、何度も試作を重ねたりと大変なことも多かったのですが、最高の衣装を作ることができました。すごい。すごい。38人分の衣装を生地から肩もやって。すごい、ね。どう、ケントはさ、なにわ男子の中ではさ、こう、衣装とかプロデュースするけど、うん、作るってなるとやっぱ別。うん、やっぱ縫い方とかも、それぞれあるし、うん、どう、やってみたいとかある自分で、もちろんデザインとかはあるやろうけど、うん、一から。塗ってみるのか。そう。いや、時間いただけるならやってみたいですけどね。ああ、でもやってみたい心はあるってこと？あるっすね。いや、高2で経験なくて38人分の衣装はそんなにすごい。しかもさ、予算内にやらないといけないっていう、うん、いろんなハードルがある中で、これ、先生めっちゃたくましいでしょ。すごい。自分たちの生徒がここまでできたら。うん。これはちょっと僕らもさすがに経験ないので、なんか尊敬しますよね。尊敬。びっくり。いや、すごいですよ。まあでもこれからもしかしたらケントも、何はなし7人分、はい、自分で生地買いに行って、あの衣装作るかもしれないんで。縫うかもしれないんでね。はい。楽しみにしておいてください。はい。頑張ります。さあ、はい、それでは行きましょう。何は男子の、何は男子の、うらじい。こんばんは、なにわ男子の藤原丈一郎です。こんばんは、長尾健太です。いつまでもうぶな気持ちを大切にリスナーさんに笑顔を届ける1時間、なにわ男子のうぶラジ、今週も始まりました。よろしくお願いします。今週もですね、先週に続いてこの2人でお送りさせていただきたいと思います。はい。さあ、もう来ましたよ、あの時期が。何ですか？10月後半と言ったらハロウィン。はいはいはい。毎年ハロウィン何してるっていう質問が毎年困る。うん。なんなんやろ今年一番多いの。今年？まあ、でもアニメ系は絶対多いと思うのよ。チェーンソーマン。え、チェーンソーマンってこれ分からんねんけど、チェーンソーマンっていうアニメがあるんですか？あります、あります。コスプレするにあたってこう結構レベルは高い方？それでも誰でも。だいぶ高いっすよね。高いんか。うん。もう本当にこうチェーンソーが頭についてるかのような。うん、へぇー。うん。いやでもやっぱいつか海外のハロウィンも体験してみたいですね。ハロウィンってやっぱ、あの、海外のハロウィンってやっぱ違うんかな？いや、本場やからね。もうだから顔のペイントとかもめっちゃしてるわけでしょ、うん、街一色がこうハロウィンになるんじゃないですか。トリックアトリートって、うん、トリックアトリート日本でトリックアトリートって家に言ってる人俺見たことないんだけど。俺あんで、俺マンションで行ったことあんで。マンションで、うん、それこそマンションの中にこう同じクラスの子とかも住んでたりするじゃないですか、うん、階違うけど、うんうん、こうやってもらいに行ったことあるもん。マジで。うん。なんかそういうなんかマンションのイベントとかあったらいいけどさ、うん、ほんまにやで、知らん家にさコンコンってトリックアトリートって言ったらくれんのかな。無理やな。絶対無理やんな。まあ俺んちやったらあげるで。トリックアトリートって子供が来てもあげるあげる。うわ優しい。でもほんまにこんといてな。本気でこんといてな。じゃあハロウィンの日俺ケントんち行くわ、うん、絶対こんといて。トリックアトリートピンポン、トリックアトリート。もうインターホンからパンチ出てくるやつ。行ってみたいな。まあでもね、ハロウィンも近づいてますから、うん、皆さんもね、ハロウィン楽しんでいただけたらなと思います。というわけで今週もうぶな気持ちを忘れずにお送りしていきたいと思います。ということで今日の1曲目は11月16日にリリース、僕たちなにわ男子のサードシングルの楽曲となっております。なにわ男子でハッピーサプライズ。要チェック。明星合言葉を言え。山、川、明星12月号といえば、ジュニア大賞投票スタート。100名以上のジュニアがプチ選挙演説。厚紙ダブルピンナップは1万字インタビューのルネアツの名言がカードに。表紙はなにわ男子、集英社から発売中。木の家は自然の一部だ。森から生まれまた森へと帰っていく。木材を使ったら若い苗木をまた植える。
木の家はこの星を巡る大きな循環の輪の中にいます。トゥリーング・フォー・アース住友林業。クリーピーナッツのオールナイトニッポンが本になりました。ヒップホップとラジオ、クリーピーナッツのオールナイトニッポン読本、名作トーク戦や我々のインタビューなど盛りだくさん。オールナイトニッポンゼロから現在に至るまでを凝縮した読むラジオです。全国書店で発売中。これを読めばあなたもジェントルヒップホッパー。今日の担当は長尾健人と藤原翔一郎です。なにわ男子のウブラリー、ウブラジ伝言版。それ歌うやつ初めて。なにわ男子の大橋和也と道枝俊介です。スタジオにいるメンバーへの伝言ですが、皆さん読書の秋ですよ。はい、読書の秋でございます。はい、もう簡単に言います。今まで一番ハマった本を教えてください。はい、まあ漫画でもね OK なんで、皆さん教えてください。教えてください。うん、僕はねあれあれね、あれあれね、あれなんですよ。え俺ワンパンマン、ワンパンマンなんか最近読み、また改めて読み始めて、うん、めっちゃおもろいやんと。ワンパンで倒せんのよ、パンチ。かっこいいよな。そう、だからそれね、ちょっと面白くてまた読み始めてるんでね。はい、皆さんぜひぜひハマった本を教えてください。お願いします。以上、大橋和也と道枝俊介でした。この前、うん、出口に近い言うて、うん、一番遠い、出口に遠いメンバー、遠いメンバーが大橋和也と道枝俊介のかっこいい部分2個ずつ言う。2個ずつ ?2 個ずつでいい。あ、ちゃんとかっこいいところ言うんやで。うん、言ってない。ほんまにほんまに尊敬してる部分ね。ミッチーと俺ね。みんなよろしくね。思いっきり自己満やもん。さあ、ということでミッチーと大橋からの伝言でしたよ。はい。簡単に言いますと、今まで一番ハマった本教えてください。簡単に言わんかったらなんて言うんやろうな。ほんまに気になるね。今までこう、生涯において一番時間をかけた、心に残った書籍は何でしょうか。教えてくださると大変嬉しい気持ちになりますみたいな。長いなありますか。本でもいいし漫画でもいいですし。僕それこそ漫画大好きで、お今でも読んでるのはワンピースはずっと読んでますし、はいはいはい、あとジョジョの奇妙な冒険、ジョジョね、あとバキとか読んでますね。バキね、かっこいい格闘系が好きですね。ああ、うん、だからやっぱこれっていうよりかも結構いろんなとこに、いろんなとこ手出しちゃってますね。なるほど。俺はね、唯一全巻揃えた漫画があるのよ。何ですか？あのね、多分あってんねんけど、ドラベースっていう。ドラベース、ドラえもんやねんけども、野球のドラえもんの漫画があって、はい、それめっちゃハマった。ワンピースの方がすごいんちゃう？ワンピースはほんまにすごい。なんか今。もう。だって、藤原家のグループメール、毎回ワンピース発売されたら、おかんが、今日ワンピース最新巻買いましたってめっちゃ言うもん。そうなんや。で、姉ちゃんとおとんが呼んでんねん。ワンピースは103巻。100いったか。はい、いってます。すごいね。でもなんかよく聞くのがさ、伏線回収がすごいね。ああ、もうすごい。今やばいね。それこそさ、先週はミキの亜生さんの話したんやんか。うん、何の話したんやったっけ、うんうんうん、そばで、スヌーピーのウッドストック売って、実は5、6匹いるらしいですよって話した。ね、いや、何の話してんねんってなったじゃないですか。亜生さんにワンピースの話してください。めっちゃテンション上がります。マジで？もう亜生さんとワンピースの話するんですけど。うん。めっちゃテンション上がって話してくれるっす。マジ？あれやばいよなーとか、あそこの伏線回収やばかったとか。俺ウッドストックの話してる時、はい、もうそばすすりながら突っ込まれてんけど。だってウッドストック伏線回収ないでしょ。ない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 。もちろんね、海外のアニメとしては最高ですけれども、うん、はい。何でしたっけ？出口から一番遠い人がミッチーと大橋の、はい、かっこいいところか。かっこいいところを二つずつ言ってって言ってるから、出口で一番遠いのはスタッフさんですよ。さんですよね。一番、いやいや、このテーブル、どいたら一番遠いですよ。うん。じゃんけんしよう、じゃんけんしよう。じゃんけんしよう。最初はグー、じゃんけん、ほい。なあ、さあさあ、お願いします。書いてください、今。はい、書いてください。じゃあ、一個ずつ言って、じゃあ、はい。ミッチーと大橋のかっこいいところを一個ずつ。で、ケントもミッチーと大橋のかっこいいところ一個ずつ。オッケーです、オッケーです。お互いちょっと一個ずつ。じゃあ、まずは、ケントからいきますか。はい。じゃあ、ケントのミッチーのかっこいいところ一つ。加工もろいところ。どういうことですか？かっこよくて面白いところ。ほう。うん。ジェスチャーなかったら分かりにくいかもしれんけど、うん、新幹線ミッチと一緒に乗る機会があって、新幹線買うときってさ、こうコーヒーショップやるやんか。あるね、なんか飲み物とか。うん。はい、で、一緒に頼んだわけよ。まあ、じゃあ、こう、お会計になるやんか。うん。ミッチが、ええよ。俺チケットあるから。って言って、重なってたチケットをパッて出してきて、うん、1枚と思ってたものを横にずらして、うん、2枚あんねん。キュンですって。キュンですってやって、キュンですって、おごったるわ。
かっこおもろいな。ダサかっこいいじゃない、うん。いや、まあ、おごってくれるところは、まあ、かっこいいと思ったし、うん、ね、出し方もちょっとおもろかったけど、かっこよかったけど、なんかキュンデスしてるのがちょっとダサすぎて。すごいな。うん、この回数券というか、コーヒーのチケットをキュンデスのように、うん、キュンデスってやってチケットをずらす。うん、そう。はぁ。じゃあ続いてスタッフさんの、ミッチーのいいところ。はい。道枝くん。めっちゃ演技上手だけど、普段少し天然。ああ、確かに天然やんな。うん、そこも良さやね。わかるわ。俺と、京平と、京平ちゃん、俺と、ケンとか、うん、俺とケンと飛行機乗ってて、うん、で、隣ミッチーやって、うん、ミッチー初めての飛行機で、俺とケントで、うん、ミッチー、ミッチー、飛行機乗るとき帽子取りやって。したら、あ、すいませんつって、帽子取って、その後ね、あ、ミッチー、飛行機ならホットドッグ食べたらあかんねん。つったら食べずに。そう。言ってる俺らはめっちゃ飯食ってるし、はい、帽子かぶってるし。かわいい。そういうとこ天然。めっちゃかわいい。めっちゃかわいい。じゃ続いて大橋の好きなところ。あります、あります、ケント。あの、大橋くんってよくサンダル履くんですよ。サンダルよう履いてんね。サンダル履いてて、まあ、新幹線であったりだとか、まあ、普段こういうところでも椅子があって座ってるとサンダル脱ぐんですよ。うん。脱いだ時にやっぱサンダルなんで裸足じゃないですか。うん。その裸足を足組みながら、足の親指と人差し指をなんかずっと擦って。うん、かっこよないやん、それ。どうそっから、どうそっからかっこいいエピソードですよ。足をパラパラしてる。あ、指を？うん。パラパラって。パラパラしてた、あれ、誰かを呼んでんのかな、おいでよ、俺の元へって。ダッサ。お前、ほんま怒られんで。な。怒れ。いや、ずっと気になるっしょ、でもあれ。同じ現場で、ケントが大橋になんかもう毎回なんかちょっかいかけて、大橋が、こいつ、やっていい？こいつやっていい？っていうやりとりも毎回聞くもん。いや、でもやで、その、発端は、ジョー君だよ。何を？ジョー君が、こいつあんな言ってたでって、俺が言ってもないことを、大橋君に言って、で、俺ほんま寝てないっす。ジョー君っすってこうやって。だから、大橋君は一日に一回俺かジョー君追いかけてんだ。そう。トムとジェリーみたいな感じで。トムとジェリーとジェリーやな。そんなん言ってたら怒られるんだよ。なんで怒られるで。そうそう。じゃ、スタッフさんの大橋のかっこいいところ。はい、大橋君。ポンポン話の話題を変えれるや。変えれるんじゃないですよ。持たないんです。怒られるで。怒られるで。俺ほんまに知らんから。大橋めっちゃおもろいで、MC 中。みんな最近どう？あ、なんとかな。うん。昨日俺さ、何々食べて。おう、何だ、何だ、うん。え、京平はさ、最近、何買った？でも、全然話、コロコロ変わんない。多分、そういうとこですよね、はい、ポンポン。いやー、でもいいっすね、こういう感じで。はい、なんか、まったりとしたトークもしながら。はい。さあ、この後はですね、ケントの近況トーク。はい。なんかあります？最近、こんなことあったよ、みたいな。あ、もう、めちゃくちゃ直近の話なんですけど。オフがありまして。はい。釣りに行ってきました。うん。地元に帰って、大阪の地元に帰って、贅沢で船で釣りに行かせていただきました。海？海です。海釣りで。はい。オフショアと言われる、オフショアジギングって言われる、はい、ちょっとこう、海で、こう、青物、ブリであったりだとか、あ、でかいやん。うん、ハマチや、ものを、ハマチであったりを狙いに行くんですけれども、はいはいはい、すごい、波が高くて、あらら。沖には出れなかったんですけれども、まあ、手前でやろうということで、頑張ってやったんですけど、まあ、釣れなくて。あらら、まあ、釣れる、うん、釣れない日がね、あったりしますから。うん、まあでも、アジと、サバを釣れて帰ってきましたね。大きいサバどのぐらいなの？アジは。アジは本当に小アジで、もう、まあ、15センチぐらいかな。おぉ。ほんのちっちゃいやつだったんですけど。はい。サバは、まあまあ30センチぐらいかな。おぉ。うん。やっぱこの釣りの楽しさって一番は何なん？夢中になれる。なんか、竿でこうやっていじっとけるやんか。何も考えんでいいのよ、うん。なんかそうやってる時間がすごい楽しい。なるほど。何も考えない時間が好きみたいな。うん。それ曲とかかけたりするん？あ、かけます。おお。俺多分それで魚逃げてんちゃおうかなっていうぐらい大きい音で逃げ、かけてる。絶対それやん。でも、魚が踊ってもしかしたら船に乗ってくるかも。絶対ないやろ、それは。逆に怖いやろ。いや、でもほんまに楽しかったっす。だから5日船舶免許を取って、何や男子みんなで船釣りに行けたらなと思います。いいね、そういうの。うん、釣りとかして、しかも釣った後さばいて、うん、でその後ミッチがアイスコーヒーおごってくれて、うん、どこで？で大橋が話バンポンポン話変えて、もう完璧やん。完璧。最高やん。うん。それで行こう。それで行きましょう。まあ YouTube とかの企画でね、いつかできたらなと思います。うん、ということで番組はまだまだ続きます。今日のメンバーは長尾健人と藤原丈一郎です。なにわ男子のウーブラジー。バッターサンスポ、バッターサンスポ、サンスポ人気絶好調です。最近調子もいいですし、部数も伸びていますよ。打ったー！
伸びた伸びた伸びた、サンスポホームラン。スポーツ新聞のホームラン王、サンケイスポーツ。イエローハットのタイヤキャッシュバックキャンペーン、人気メーカーのタイヤが最大1万2000円キャッシュバック。さらにアルミホイールセットなら最大1万5000円増額。24日月曜日まで、詳しくはイエローハット店頭で。イエローハット、あの伝説の番組が今ここによみがえる。いくぞ、 TM レボリューション西川貴教のオールナイトニッポンスーパー。ラジオ業界に大きな影響を与えた西川貴教のオールナイトニッポンシリーズがラジオのサブスクサービスオールナイトニッポンジャムでついに配信スタート。まずは30日間無料でお試し、詳しくは日本放送のホームページで。なにわ男子のなにわ男子の長尾健人です。藤原丈一郎です。なにわ男子のウブラジオをお送りしています。メールを紹介していきたいと思います。俺らの心の拠り所、プリズムリズムさんからです。はい。私は毎日高校生の弟にお弁当を作っています。優しい。偉いな。お弁当作りは楽しいのですが、どんなおかずを入れるか、特に野菜は何を入れたら喜ぶのか毎日悩んでいます。何でもいいと思う言うのが余計に難しいです。なにわ男子の皆さんはお弁当に入ってる野菜で好きなものありましたか？またお弁当にこれがあると嬉しいという野菜料理は何ですか？俺野菜関係なかったら、なんで野菜関係なくすんの一発目から。オッケー、じゃあ弁当じゃなかったら俺。弁当にして。弁当の話じゃないとあかんよ。ご飯食べに行くなら俺は。うん、何でもありやん。そう。で寝る前には絶対ちゃんと、うん、今日のあのスケジュールとか見て、明日こういうのあんねんなっつって寝る。うん、全然関係なくなってる。いやだからちゃんとお弁当で野菜料理の話してください。野菜ですか？うん。コーンとか入っちゃうと嬉しかったかな。ああ、わかる。うん。いいね、あのコーン。で、お箸で一粒一粒食べてさ。そんなことせえへん。え、せえへんの？そんなことせえへん。コーンどうやって食べるタイプ？普通にかじりながら食べる。あ、そっちのコーンね。うん。バターコーンみたいなイメージしてた俺は。あ、ちゃんと取れてるやつね。そうそうそう。取れてるやつでも何粒か取るでしょ。ヤングコーン良くない？あれもギリ野菜よね。ヤングコーン、うん。あれテンション上がった俺。もうコーンの中でもなかなか珍しいわけやんか。はいはい。その中に弁当にいるだけで存在感めっちゃ良くない？ああ、確かに、ね。俺ヤングコーン。珍しいから。若干コーンって野菜でも、まあちょっと半、ハンデ感はあるよな。ハンデ感ある。だって絶対好きやもん。あ、で俺ピーマンの肉詰め。ああ、好きってよく言ってた、ね。俺大好きピーマンの肉詰め。ケチャップつけてさ。はいはい。これもギリ野菜よね。お姉ちゃんが作ってくれるなら何でも嬉しいと思うよ。まあ確かにね、もうほんまに、うん、作ってくれるだけでもありがたいのでね、うん、もう野菜やったりお肉だったり何があっても多分嬉しいと思います。頑張って作ってください。続いてはこちらのコーナーです。シンクロクッション。メンバーの個性に関する質問に2人同時にせーので回答。なにわ男子をよく知らないという方に僕らのことをよく知ってもらうコーナーです。はい、来ましたよ。来ました。まあ、これ僕らはですね、はい、グループの最年長最年少でやらせてもらってますけれども、はい、どうですかこれ、他のメンバーとやった時の成績みたいな。これは良かったんちゃうかな。流星くんとか一致してたんちゃうかな。おお、うん、じゃ感覚的にはいい感触。いい感触。いや俺もそうやねん。え、だからもしかしたら今日いい感触で終われるのか、はたまた、うん、亀裂が生まれるのか、はい、やってみましょう。やっていきたいと思います。じゃあ一つ目、長尾健人が選ぶ最強の動物ナンバーワンは何？あ、もうこれ一つしかない俺。最強ね。はい。3、それまだいけるなんか言ってへんね。1 せーの、ライオン。シャチかい。そんな、なんかちょっとさ、変化球やめてくれて。やめてくれて。やめてくれて。くれて。な、なんでだ、いやいや、もう百獣の王、ライオンって言われるぐらいやねんからさ、うん、シャッチ。シャッチよ。なんでよ。ライオンはちょっとあるあるすぎるわ。いや、だからあるあるでしょ、もう。ちゃうちゃう。ベタがいいねんって。ちょっと人と変わってるのが好きやからさ。出たよ。うん。いや、釣りの話してたから、ああ、シャチってならないでしょ、絶対。うん、いやいや、まあ、でもさ、シャチって、黒白やんか。うん。俺好きな動物、ペンギンも大好きなんですよ。うん、パンダも好きなんで、うん、白黒の動物がすごいなぜか好きで。シマウマあんまかな。なんでやねん。シマウマに謝る。一番白黒やぞ。な。まあ、シマウマさんも頑張って生きてらっしゃるっすけどね。うん、はい。もう僕はなんていうんですか、海の、ルーキーと呼ばれる。ルーキー言われてません？若手なの？うん。シャチって。違うな。
なんやろ、まあいや、まあ、シャチあっさい知識で喋ってんの今、はい。いや、すごい、それこそ映像とかも見たりするんですよ。うん。シャチって何がかっこいい？え、もう見た目。あ、見た目。でもちょっと正直やで。イルカとかとあんま変わらないイメージがあんねんけど、うん、ここ、シャチすごいよみたいなのある？餌を、こう、取る瞬間。すごい頭が賢いから、氷の上にアザラシであったりアシカが乗ってると、こう、波を起こして落としたり。それ一人じゃなくて、群れで。群れで行動するから。頭いいな、うん、かっこいいんすよ。何もかもが。うん、めっちゃかっこいいな、うん。でもこれ違うでしょ？違いましたね。シンクロしなかったということで。うん、しかも、ほんとスタッフさんも意地悪やわ。俺がいけるって言ってねんね。3, 2, 1って。あ、もう僕これ次感覚でいきたいんで、発表したらすぐ3、2、1言ってください。なんなん感覚って。はい。いきます。長尾健人と藤原丈一郎に距離がぐっと深まった出来事と言えば何？はい。3, 2, 1。せーの。松竹座の花道。おどかし合い。あ、一緒。松竹座の花道やんな。はい。後ろでしょ？そう。いや、ほんまダメな話なんですよ。本番中僕が花道から出るところで、うん、そしたらケントがなんか、わっみたいな脅かしてきて、で、次、俺がやり返したろうと思って先に行って、うん、ケント来たら、わっみたいな、うん。こういうことをやってたのよね。やってました。でね、可愛いのがね、僕、ある日、脅かさずに隠れてたんですよ。おう。チェチョー君、ビビりながら向こうから歩いてきて、で、自分の、ね、こう、立ち位置に着こうとしてる時まで探してるんですよ。脅かせんなって寂しそうにステージに出て行きました。それが、可愛い一日ありましたね。空来ると思うじゃないですか。だいたい順番も交代交代でやってたのに、あれ来えへんなって。いや、これあったよ、いいよ。あった。一個、正解。この調子で行きましょう。はい。行きます。長尾健人的関西ジャニーズジュニアあるあるといえば何？行こう。はい。3, 2, 1。せーの。こじけんの周りは変な人。話する。なんて言った今。こじけんの周りは変な人。それこじけんあるあるやろもう。こじけんが、こじけんに憧れる後輩の子も、おる。こじけんが可愛がる後輩の子も、こじけんに出会ってから、やっぱ変わっていくんよ。変わるね。うん。そう、こじけんっていうのは、関西ジャニーズジュニアの A グループっていうグループがあって、はい、そこのメンバーの小島健っていう子なんですけれども。そう、リーダーですよね。うん、こじけんって言われるんですけれども。すごいこう、自分の世界観を持ってて、個性の強い方なんですけれども、うん、まあ、その人と仲良くて、関係を持てば変わっていくね。良くも悪くも。良くも悪くもかな。いい意味でね。そっちね、うん、あるある。俺はもう靴あるある。靴ある、ある。よく関西ジュニアって、先輩から衣装を受け継いだ時に、靴がなんか入らないとか、靴、うん、破れてるやつとか、そういう話めっちゃするやん。うん。っていうあるあるかなと思ったら、まさかの小事件ね。小事件あるあるかな。なるほど。うん、じゃあ次行きましょうか、はい。次もこれ、インスピレーションでいいですか？はい。行きます。藤原丈一郎的、なにわ男子あるあるといえば何？はい、3, 2, 1。せーの。圧倒的大西流星。ああ。俺はリーダーいじりがち。ああ、そっちか。そう。おー、リーダー大橋和也を絶対いじるっていうみんな。はいはいはい。そっちっすね。で、なんて言ったっけ？僕は圧倒的大西流星です。大西流星の立ち位置半端ないもんな。もう、まあ、年齢的にも、歴的にも、僕らのグループって藤原丈一郎くんが一番上なんですよ。そう、僕最年長です。でも、なんですけども、立ち位置は大西くんの上なんですよね、流星くんの。だって、それこそさ、うん、ウブラブの MV 撮ってる時に、うん、あれ多分 MV のメイキングに映ってるもん、みんなあざいますって言って来てんねんけど、一人だけ、日傘さしながら来たからね。さすがや。あれ、どっから用意されててんやろね。一、うん、人だけ他事務所みたいな扱いやったから。うん。かっこいいわ。あるね。圧倒的大西流星はあるかも。ある。それはあるな。うん。それに比べるとリーダーは一番最初に、ありがとうございます、ありがとうございます、暑いっすねっつって始まる前から汗だくやったもんな。じゃあ続いていきますか。これはいけると思う。はい、藤原丈一郎は、ボケ、オア、ツッコミ、どっちのタイプ？はい。3, 2, 1。せーの、ボケ。おぉ。嬉しいわ。うん、やっぱそうっすよ。なんでこれボケとツッコミ？はい。なんかね、まあ、何屋男子できた時とか、
は、なにわ男子に明確なツッコミの担当がいなかったんですよ。うん。でも、そのなにわ男子組まれる前は、関西ジャニーズジュニアとしてみんな活動してて、ジョー君ボケまくってて、うん。やっぱこう、なにわ男子になってから、こう、ツッコミもやったり、ボケもやったりと、やることがたくさんあったんですよ。で、ある日、A グループの末澤聖也君っていう、ジョー君と仲いい子がいるんですけど、うん、すごいツッコミが上手くて、その人と番組に出た時に一番生き生きしてました。はい、もう自分が、だからやりたいことをやって、うん、はい、あとはお願いしますやから。はいはい。ツッコミはボケた人の処理をしなあかんわけや。まあ知識も必要ですしね。ツッコミって大変よね。うん。そう考えると俺はやっぱ、どっちタイプっていうとボケタイプやね。ああ、そうか。でもこれね、ボケツッコミがあるんじゃないですよ。うん。なにわ男子にはボケ、ツッコミ、ボケツッコミっていうのがいるのよね。あ、いる。高橋恭平とか。うん。あと、ツッコミ40点大橋和也とか最近流行ってますね。そう、グループ内で大橋にツッコまさせて、でもその大橋は40点のツッコミをするんですよ、はい、赤ペンとかでやばいこれ全然出えへん、もうこれで赤全然出えへんわとか、なんかそういう普通のことを言ったことに対して、普通ならなんやろね、まずそれがもう赤ペンじゃなかったりとかしたら、うん、いやいやそれ赤ペンちゃうやんけっていう普通のツッコミなんですけど、うん、大橋さんはそれに対して、いや後で買いに行ったらええやないかいとか、なんかちょっと微妙に違うんですよ。ちょっとずれてるっすね。それが40点ツッコミなんよね。はいはい。あるわ。それも良さですけれども。確かに。はい。個人的なことは結構、一緒にシンクロしますね。うん。藤原丈一郎がジャニーズに入って、しっかりめに大人に怒られた事件はある？ない？あ、ある、ないだけでいいってことですか？はい。3、2、1。せーの、ない。ある。ありますよ。あるんや。ありますよ。ある？あります、あります。ありますか？高校野球見に行って、はテレビ映って、はい、だいぶ偉い人に怒られました。うん、あ、怒られたことある。ちゃダメだよって。はいはい。あと一回宣伝部の人には喋りすぎだよって言われた。まあそれは言う方ですけれども。喋りすぎだよって言われましたね。あ、そうか。あるあるある。逆にないの？しっかりめに怒られたことですか？たくさんありますよ。マジ？うん。何？本当にもう振り付けで怒られたり、ダンスで怒られたりは。そんなんもん可愛いよ。うん。あるっすけどね。可愛いやん。テレビ映ったら怒られんねんで。それはないかな。映ったら、まあ映り込んだよな、うん。正確に言うと。でもなんでないって思ったかというと、うん、やっぱジョー君って、こうな、ごまかすことうまいんすよ。おい。僕、それで影響を受けてるんですけど、まあ、こう、ね、ライブ前に、うん、こう舞台上でリハーサルするじゃないですか。しますします、うん、もうその時になったら完璧になっとかないといけないはずなんですけど、ジョー君こう右と左上下間違えてた時とかあるんですよ、うん、適当に あれやんなー、いやーこっちあれやからあれ言ってたんやとか、なんかうまいことごまかしながら移動してるんですよ。そう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 。振り付け一瞬わからんかったら喋りながら移動するんですよ、うん、そしたら、あ、振り付けわかってるけどもなんかメンバーに最年長やから言ってんねやろうなーっていうこの雰囲気、はい、これがね長年培ったテクニックです。それを見ながら、あ、分かってんのかなーとか思いながら、いやでもごまかしうまいな、バレてへんとか。そう。はい。これがやっぱね、まだ長尾くんにはできないのよ。あ、できんね。これ言ったことによってね、もう使えません。あれみたいな。もう使えませんから、うん。でも今日は何個ぐらいシンクロした？結構しましたよね。2、3個？ 2 つって。お。いい方じゃないじゃん。ありがとうございます。はい。まあ、これからも頑張っていきたいと思います。以上、シンクロクエスチョンでした。さあ、それではここで一曲、先ほどおかけしたハッピーサプライズのカップリング曲、令和の新テーマ、クリスマスソングになればいいなと思ってます。こちらパーティーソングでもありますので、ぜひ皆さんクリスマスシーズンに聴いていただけたらなと思います。なにわ男子で発信。
長谷園レンジのすすめ出川さんちの麻婆豆腐わっちーん。レンジでガチ簡単、豆腐を入れてレンジで4分、麻婆豆腐の出来上がり。うん、マジうまいから長谷園レンジのすすめちーん。みんなの世界を守りたいんです、ネジ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 、だから今日も測ってるんです、青ネジ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 、日本の技術だネジネジ速反射。春の高校バレー第75回全日本バレーボール高等学校選手権大会、全国の予選を勝ち抜いた104校が日本一を目指して熱戦を繰り広げる。来年1月4日から開催。詳しくは春高バレー公式ホームページをチェック。なにわ男子のウブリー、今日の担当は長尾健人と藤原丈一郎です。なにわ男子のウブラジオをお送りしています。さあメール読んでいきたいと思います。はい、俺らの心の拠り所、てんこ盛りさんからです。てんこ盛り。私は朝起きて布団を畳む前に布団の上でブリッジをします。え？ということで、ある日突然ブリッジがしたくなり、うん、やってみたら楽しくて毎朝やるようになりました。はい、猫背改善ができるらしく、お母さんになんか姿勢良くなったと聞かれ、なんだか嬉しくなりました。なにわ男子の皆さんは朝ブリッジをしたことありますか？あるかあるかいな。ないの？あるない。ないよ。俺あるかなーって言おうと思ったけど、ないですよ。ないない。即答。うん。あーすごい。でもこれ目覚めそうよね。目覚めると思う。よくさ、カーテンを開けて、うん、まあ、太陽の日差しを浴びたりとか、うん、あとはなんか、飲み物を飲んだり。あとラジオ体操とか。いっぱいありますよ。うん、その中でもブリッジします。令和やね。令和。令和やわ。まあ、ブリッジって、最後いつした？初めて聞かれたわ、ブリッジ。いつしたって。ブリッジ、ブリッジなんかいつした最後。あ、2ヶ月ぐらい前かな。え、した2ヶ月前に、うん、今年、うん、年内にブリッジした。した何？なんかあの高橋一生さんのドラマで、うん、高橋一生さんがブリッジしてたから、うん、俺って今ブリッジできんのかなと思って家で一人でやった。流されやすいな、うん、テレビ見てたらやっぱすぐやっちゃうタイプ。やっちゃう。さあそれでは続いてはこちらのコーナーです。みんなのナウソーング、イエイ。みんなで今ハマってる楽曲、ナウソングを発表し合っていい曲をシェアしていこうよっていう企画です。そんな番組唯一の音楽コーナーとなっております。なるほど、はい、なんだ。これはどういうことですか？これはですね、まあ皆さん音楽普段聞かれてると思うんですけれども、うん、自分のおすすめしたい曲、はい、今ハマってる曲ちょっとこう教えていただいて、はい、みんなのこの曲をシェアしようと、シェアしていこうよと。だからナウソングということですね。わ、はい、かりました。はい、早速紹介していきたいと思います。まずはですね、僕のナウソングから紹介していきたいと思います。今日は2曲紹介させていただきます。おお、急にルール変えんの。はい、2曲。はい、1曲目。1曲目はですね、ずっと真夜中でいいのにの袖のキルトです。信じ続けるしかないじゃないか、愛し続けるしかないじゃないか。はい、スーパービーバーさんのこの人としてっていう楽曲の歌詞、皆さんぜひ注目して聴いていただけたらなと思うんですけど、なんか当たり前のことなんですけど、普段あできてないなとか、うん、もう一度こう自分の生き方を改められる歌詞になっていて、まあ、スーパービーバーさんでいうと東京リベンジャーズの名前を呼ぶよっていう楽曲だったりだとかすごい有名なんですけれども、あとはらしさっていう曲とかすごいおすすめだなと思うのでぜひ聴いてください。どういう時に聴くの、ケントは？人として。あ、でもライブ前とかも聴いたりするし、考えることが多くなった時とかに聴くと、人としてっていう楽曲はめっちゃ気分が楽になる。はあ、うん、はい、ぜひ皆さんも聴いてみてください。良さが絶対に分かると思います。じゃあ続いてはジョー君のナウソングを紹介してください。はい、僕藤原丈一郎のナウソングは、はい、ヴィレッジピープルのマッチョマンです。おお、筋肉が
つけられる感じもあるので、アラーム音とかにいいんじゃん、朝一の朝でナチュメチュメで、そのままブリッジして、うん、完璧やん。どんな生活送ってんの、完璧やん、ね、ぜひ皆さんビレッジピープルのマッチマン聞いてみてください、お願いします。さあ、それでは続いてリスナーさんのナウソングを紹介していきたいと思います、はい、お願いします、神奈川県在住の、俺らの心の拠り所大型犬をモフモフしたいさんからです。はい、ヤマさんで AM3 したいと思います。俺らの心の拠り所チョレギサラダグリーン団長さんのハマっている曲はオフィシャルヒゲダンディズムさんのイタンナスターです。姉の影響で3年ほど前からオフィシャルヒゲダンディズムさんの曲を聴き始めて、ライブにも何度か参戦しました。その中でも初めて行ったライブで聴いたイタンナスターという曲がすごく好きです。私はよく周りと自分を比べて自分に自信がなくなって弱気になってしまうことがあります。ですがこの曲を聴くと周りと自分を比べる必要なんて全然なくて、ありのままで自分でいいんだと前向きな気持ちにさせてくれます。モチベーションを上げたいときはいつも聴くようにしてます。なにわ男子の皆さんも前向きな気持ちになりたいときぜひ聴いてみてください。今聴いてて、ああこれねってなった、なりましたね、なった、うん、ヒゲダンスさんはやばいよね、ね、いい曲多い。それこそ宿命とかは、そう、高校野球ね、なんかやっぱ一曲一曲メッセージ性もあるし、うん、あとすごいどの世代にも刺さる、刺さるっすね、これがやっぱり凄さでもあるのかな、よく聞きますもんね、うん、あとやっぱ藤原さんの声がね、うん、かっこいいね、高いしすごいとこまで届くし、うん、かっこいいですね、やっぱりわかる、わいいですね、この皆さんからこういう曲聴いてますどうですかっていうこのシェアする感じも、うん、いいね、ライブ前とかにね聴、はい、いたらよりテンション上がるかなと思います。はい、続いての楽曲はですね、俺らの心のよりどころまゆろうさんのナウソングです。和田アキ子さんの夜な夜なダンスです。皆さんありがとうございます。以上みんなのナウソングでした。今日のメンバーは長尾健人と藤原丈一郎です。なにわ男子のピカピカバイキングのピカピカカーチス。カーチスで車を買うと1年間洗車し放題。すげえな。カーチスで車を買うと1年間洗車し放題。ほんとだな。カーチスで車を買うと1年間洗車し放題。いやー俺買うよ。サービスには条件がございます。詳しくはウェブへ。かき食えば金が鳴るなり法隆寺。明治28年正岡子規が奈良滞在中に読んだ有名な句です。豊かに実った柿の実が時代を経ても変わらない秋の味覚を彩ります。奈良の柿、今年も美味しくできました。 JA 奈良県。インフルエンサーのいぶきとよへです。なんかやりたくね、いぶき。俺有名なりてんだよな。ラジオとかどう？ラジオいいじゃん。オールナイトニッポン出たくね。いいじゃん、いけるべ。いやでもどうやってやる。いやいや俺らならいける、やろうよ。やっちゃうか。行こう。いぶきとよへラジオみかん、日本放送ポッドキャストステーションで検索。フォロワー250万人。なにわ男子のうぶらじ。うぶらじ。今から5年後、あなたは何をしてどんな風に暮らしていますか？5ヶ月先ならすぐに答えられそうですが、5年後だとどうでしょう？人生の景色がちょっとだけ変わっているかもしれない。未来に思いを馳せて手紙を送ってください。5年後の私へ。5年後の自分に向けて書いた手紙を紹介するコーナーです。リスナーさんと一緒にちょっと先の未来について考えていきます。さあ、それではピマルさん、神奈川県26歳女性の方からです。5年後の私へ。5年後を想像した時に浮かんだのは、自分のことより私が今受け持っている子供たちと卒園を見送った子供たちのことです。私は保育の仕事をしています。新卒で始めたこの仕事もあっという間に5年半が経ちました。保育士2年目から4年目までの3年間は、同じ子供たちを持ち上がりで担任しました。おむつを替え、抱っこで寝かしつけ、いやいやに付き合っていた日々はあんなに大変だったのに、振り返れば
全部思い出。お兄さんお姉さんになった姿はとても嬉しく、少し寂しいものです。今受け持っている3歳の子たちもすぐに大きくなってしまうんでしょうね。5年後、小学生や中学生になったみんなはどんなお兄さんお姉さんになっているのかな？どんな人と出会って、どんなもの、こと、と出会って、そして、みんなはどんな気持ちになっているのかな？苦しいこと、忙しくて疲れてしまうこと、いっぱいあると思います。でもそんな時に、ふと思い出した記憶の片隅に、ある幼少期が幸せのものだったらいいなと思います。楽しいと感じたことや、愛されて育った記憶、その一つ一つの思い出が、これからの人生を歩んでいく勇気に変わっていきますように。人生の土台の幼少期が幸せなものであれば、その子は幸せになるという信念と、そんな大切な時期の一部分に関わらせてもらっている感謝の気持ちを忘れずに、日々歩んでいけたらなと思います。なんか拍手を送りたくなるような、うん、嬉しい。5年後の私に対して、自分のことじゃなくて、うん、今受け持っている子供たち、そして卒園を見送った子供たちのことが気になると、うん、なんかこう人を見送る仕事って悲しさもあるけど、その人の人生のスタートでもあるから、うん、そこは責任重大よね。やっぱ先生の存在ってすごい大きいし、大きいね。僕であると高校の時の先生がライブに見に来てくれたり、何や男子が初めてライブをした梅田芸術劇場でライブをさせていただいた時に、うん、たまたま客席に降りた時に幼稚園の頃の先生がいて、顔見たことあると思ったら幼稚園の先生やったりして、うん、なんかそういうのも覚えてるから、そうやね、あ、思い出も蘇るし、うん、やっぱ楽しかったから、それそういうのもやっぱ先生のおかげだなと思うので、うん、絶対に残るから思い出に、ね、5年後10年後たくさんのね演じを送ると思いますけども、これも言ってる通り、一部分に関わらせてもらってる感謝の気持ちを忘れずに日々歩んでいけたらなと思います、うん、もうこれはね、素敵素敵な一言で締めていただいて、うん、そしてピマルさんも頑張って援助を育てて送ってください、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。今夜もたくさんのお便りありがとうございました。着物をお持ちの皆さん、その着物売れるんですよ。出張買取のバイセルなら、タンスに眠っていた着物4点帯2点で15万3000円になった方も。はい、着物出張買取のバイセルです。あの、着物を買い取ってくれるって聞いたんだけど。はい、バイセルは着物を高く買い取ります。少ないけど大丈夫？大丈夫です。1点からでもお受けいたします。うちに来てもらうとお金かかるんでしょ？いいえ、出張料も査定料もキャンセル料もすべて無料です。今ならお得なキャンペーンも実施中ですので、お気軽にご依頼ください。なら頼もうかしら。あなたの着物も高く売れるかもしれません。一度無料出張査定してみませんか？ご予約はお電話一本、 0120-949-005 949-005。 着物出張買取のバイセル。エンディングでーす。よいしょー。さあ、ここで僕たちからのお知らせです。よいしょ。11月16日水曜日にリリースされるなにわ男子サードシングル、ハッピーサプライズ、皆さんよろしくお願いします。サプライズ。全国ツアーなにわ男子デビューツアー2022ファーストラブも残りあとわずかということで、はい、まあ、ぜひ会場に足を運んでくださる方は楽しみにしておいてください。よろしくお願いします。その他僕らの最新情報はオフィシャル HP でチェックしてください。よろしくね。 HP 呼び？僕 HP 呼びなんですよ。 HP 呼び？ホームページって読まないです僕、うん、HP 呼びなんで。 HP 呼びか。はい。さあ、もうあっという間で先週今週と2人でやってきましたけども、うん、音楽番組らしい感じがしたよね、一瞬。ああ、そうですね。僕のコーナーでさせていただきましたね。あのミュージックな感じ、うん、あれを紹介することによってみんなでね、音楽をシェアしようという感じもしましたので、いや、このオブラジで思い出をいっぱいシェアしていこうよって話。どうぞどうぞさあ、ということでなにわ男子のオブラジ、お付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手は藤原丈一郎と長尾謙杜でしたって話っていう話でした。バイバーイ。
ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル、ステッカー大放出スペシャル2022。番組のノベルティステッカーを大放出するために、とある男が何かを。この着物売れるんですよ。出張買取のバイセルなら、タンスに眠っていた着物4点、帯2点で15万3000円になった方も。はい、着物出張買取のバイセルです。着物を買い取ってくれるって聞いたんだけど。はい、バイセルは着物を高く買い取ります。少ないけど大丈夫？大丈夫です。1点からでもお受けいたします。うちに来てもらうとお金かかるんでしょ？いいえ、出張料も査定料もキャンセル料もすべて無料です。今ならお得なキャンペーンも実施中ですので、お気軽にご依頼ください。なら頼もうかしら。あなたの着物も高く売れるかもしれません。一度無料出張査定してみませんか？ご予約はお電話1本 0120-949-005 949-005。 着物出張買取のバイセル。エンディングでーす。よいしょー。さあ、ここで僕たちからのお知らせです。よいしょ。11月16日水曜日にリリースされるなにわ男子サードシングル、ハッピーサプライズ、皆さんよろしくお願いします。サプライズ。全国ツアーなにわ男子デビューツアー2022ファーストラブも残りあとわずかということで、はい、まあ、ぜひ会場に足を運んでくださる方は楽しみにしておいてください。よろしくお願いします。その他僕らの最新情報はオフィシャル HP でチェックしてください。よろしくね。 HP 呼び？僕 HP 呼びなんですよ。 HP 呼び？ホームページって読まないです僕、うん、HP 呼びなんで。 HP 呼びか。はい。さあ、もうあっという間で先週今週と2人でやってきましたけども、うん、音楽番組らしい感じがしたよね、一瞬。ああ、そうですね。僕のコーナーでさせていただきましたね。あのミュージックな感じ、うん、あれを紹介することによってみんなでね、音楽をシェアしようという感じもしましたので、いや、このオブラジで思い出をいっぱいシェアしていこうよって話。ダサダサさあ、ということでなにわ男子のオブラジ、お付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手は藤原丈一郎と長尾謙杜でしたって話っていう話でした。バイバーイ。 バイバーイ。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル、ステッカー大放出スペシャル2022。番組のノベルティステッカーを大放出するために、とある男が何かを